皆さん、こんにちは。11月18日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。11月18日は、七かまどとユーカリという、2つの魅力的な植物を祝う日です。これらの植物は、それぞれ異なる特性と美しさを持ち、私たちの周りの自然に豊かな色彩を添えています。今日は、七かまどとユーカリの花言葉、原産地、そして学術的な特徴に加え、社会で話題を呼んだエピソードをご紹介します。七かまどの秋の紅葉と、ユーカリの爽やかな香りは、私たちに四季の移ろいを感じさせ、自然の奥深さを伝えてくれます。それでは、七かまどとユーカリの魅力を一緒に探っていきましょう。七かまどの花言葉は、あなたを思う心です。その色鮮やかな紅葉は、深い感情や愛情の象徴とされています。七かまどは、日本、中国、朝鮮半島が原産地です。バラ科に属するこの植物は、特に秋になると、葉が美しく紅葉し、赤い実をつけることで知られています。学術的には、その耐寒性や生態系での役割が研究されており、都市緑化においても、重要な樹木とされています。七かまどに関するバズるエピソードとしては、ある地域で特に美しい紅葉が観測され、それを撮影した写真が、インターネット上で大きな注目を集めたことがあります。また、七かまどをテーマにした芸術作品が、アート展で展示され、その独特な美しさが、芸術愛好家たちの間で話題になりました。ユーカリの花言葉は、癒しです。その清涼感のある香りが、心身をリラックスさせ、癒しをもたらすことから、この言葉が選ばれました。ユーカリは、オーストラリア原産で、ユーカリの木は、多様な種類が存在しています。特に、その葉から抽出されるエッセンシャルオイルは、抗菌作用や、アロマセラピーに利用されることで知られています。学術的には、その成長の速さや、環境への適応力が注目されています。ユーカリに関するエピソードとしては、ある地域でユーカリの森がエコツーリズムの目玉となり、その爽やかな香りと美しい風景が SNS を通じて広く紹介されたことがあります。また、ユーカリの葉を使ったアート作品が展示され、そのユニークなアプローチがアートコミュニティで注目を集めました。七かまどとユーカリ、これら11月18日の誕生花は、それぞれが持つ、あなたを思う心と、癒しという花言葉を通じて、私たちに自然の美しさと力強さを教えてくれます。七かまどの鮮やかな紅葉と、ユーカリの清涼な香りは、自然界の多様性と豊かさを象徴しています。これらの花にまつわるエピソードは、自然が私たちの日常生活、アート、文化に深く根ざしていることを示しています。七かまどとユーカリは、私たちに対して、ただ美しいだけでなく、感性を刺激し、創造性を呼び覚ます存在です。皆様にとって、今日のお話が、これらの花への新たな理解を深め、それぞれの花が持つ、独特な魅力を生活に取り入れる機会になれば、幸いです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。動画制作の励みになりますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは、皆様にとって、今日が素敵な一日になりますように、お祈りいたします。